はい、こんにちは。ちょっとこの車はですね、フォードの車ではないかなと。あ、フォードじゃない、グレアム・ページっていう時代の車ではないかなとはまあ思います。で、これが、デザインがね、こういった、ちょっと片目がちょっと取れてしまったんですが、まあこういう感じのやつで、で、こういう、消防車ですね。で、後ろの感じもやっぱりこういう感じで、1930年代、おそらく30年じゃない、40年代ぐらいのデザインを回せますね。で、こういうふうにホースがついてて、消防車になってて、こうやってちゃんと細かいね、こういうところまでちゃんと再現できてるんですね、ホースの部分ですね。で、そういうところがまたいいなというふうに感じます。あと、こういうところの作り込みなんかも結構金かけてんなっていうところですね。ちょっと残念なら、このライトが片目がね、最初はあったんですけども、まあちょっと落っことしたりなんかした時に割れてしまって、で、こういうライトってのはね、よく壊れやすいんですね。で、壊れるとどこに行ったか分かんなくなっちゃうんですよね。ですから、まあそれが唯一のちょっとやらかしたなってところがあって、まあそれ以外は非常にね、これはいいなというふうに思う車です。まあこれが片目があれば本当に完璧な状態で綺麗なんだけど、まだそれでもまだこれ綺麗さを保ってるんで、まあなかなかいいなというふうには思いますね。こういうふうなライトで、こういうふうな、フォードの車っていう感じがしてね。なかなかこれも魅力的で、非常にね、面白い車に仕上がってるんではないかなと。いうふうに、思います。どうもありがとうございました。